サフランの花も咲き終わりまして、しべの祭祀も終わりました。だいたい去年の10倍以上取りましたね。球根も増えましたからね。さあ来年はどれぐらい取れますかね。サフランのしべ乾燥中ですね。これで全部です。去年の10倍、いや20倍ぐらいあるかなということです。